吉田さん、幼い頃興味がなかったものでも年齢や経験を重ねていくとなんかね関心を強くするものってありますよね、まあ、相撲もその一つかもしれませんけども私はどっちかっていうとね神社仏閣とか古い家屋なんですよ古民家とかねなんか神社とかそういうところに近くなってきたからですかね <laughs> うなんかねあの死後に行くところとかね それから精神のこととかねやり残したこととかそれから1,000年前とか1,000年後とかねだから自分の人生におおよそ関係ないことにものすごく関心が出てきていわゆる俗世間の欲っていうのからねもしかしたら離れてたのかなと思うんですよ。っていうのが最近ねあの欲しいものってだんだんこうなくなってきたっていうかあるんだけどもあるんだけどもまあいつでも手に入るわって感覚になっちゃったりとか。 いいつでも手に入るっていうのはねなんかね欲しいものがドーンって出たら稼ぎゃいいやっていう感覚なんですよ。以前欲しいものが出てきたらうわーまだまだ先だなーって今当面支払いきついしなーみたいな感じだったんですけども今はそうじゃないんですよね。そうなると手の届かないところに手を伸ばしたくなるつまり神社仏閣とか古民家って別に所有とかっていう概念じゃないわけですよ歴史観とかね。まあ、でもこうなんていうのかな穏やかな音楽を聴きながらまあ音楽聴かなくてもですけども。 ちょっとね、こう思いをはせるとなんか無限に手に入ってくるっていうかね精神がこう満たされていくって感じですかだから手に所有するんじゃなくて心に所有するみたいな感覚もう本当の意味でシェアなんでしょうねこういうのってで今ねあのセルショーで田舎道をぐーっと朝行くわけなんですよ今日はトランザまで行こうと思うんですけどもで車とその背景の色づいた 山々とか田んんぼのの収穫後の様子とかをねこうコントトラスでで撮るんですよなんかそれが結構ね面白くってねサムネイルにちょっと貼ってみましたけどもいろんな角度とか車の一部を入れて撮るとかねそれからずっとあの荒涼たる風景の中にポツンとちっちゃい車を置いてみたりとかね、うん、なんかそんなね何やってんだみたいなね <laughs>、うん、こんなことなんて自分の楽しみ方の中には今までなかったかなと。 だからもしかしたらね相撲とは言わないんですけどもんなんかこの芸術とかって言ったらまあちょっと交渉に見過ぎですけどもそういったなんかね形のないものを置いて求めるような気持ちになってきたかなと思いますねなんかその所有とはちょっと違った概念と言いますかうんなんか妙な感覚ですけどもね別に何かを達観したわけではないんですけども、まあ、その辺ちょっと変わってきたかなというふうな気がしますね。 はいまあ、そんなところですか。なんかよくわからない動画になりましたけどもこのよくわからない感覚が、まあ、今の私の気持ちですね。いってらっしゃい。